アイテム番号。SCP-48、FR。脅威レベル。白。オブジェクトクラス。セーフ。特別収容プロトコル。SCP-48、FR は、現在サイト、アルファに存在する装甲コンテナで保管されています。使用による被害を考慮して SCP-48、FR へのアクセスはレベル2以上の権限が必要となっており、実験はエージェントが同伴している状況で行わなければなりません。使用する際は、SCP-48、FR が他の SCP オブジェクトとの潜在的な相互作用を持っている可能性があることから、レベル4以上の職員による許可が必要です。この石に刻まれている文章を撮影した写真は、自由に研究を行うことができます。説明。SCP-48、FR はユダヤ暦2500から3000年頃に作られたと思われる、高さ1メートル、幅50センチメートル、厚さ10センチメートルの、不規則なエッジを持つ砂岩でできた石板です。板の表面には、アッカド語のアルファベットからなる不完全な文章が彫刻されています。この板は、イランの、という名前の村の近辺に位置する遺跡で発見されました。発掘現場は財団によって買収され、現在は存在すると考えられている他の SCP-48、FR の例を発見し、研究を行うために財団職員によって運営されています。SCP-48、FR を発見した民間人はクラス A 記憶処理を施され、解放されました。人間がこの石板に対し、長時間の物理的な接触を行った場合、SCP-48、FR の異常性が発現します。接触している人物はその間、あらゆる人物の使用する言語や方言を、今までに知らなかったものであっても意味を理解するようになります。石板と接触している時間に応じて、砂岩はまるで砂が流れていく砂時計のように、細かく均一に端の方から崩壊していきます。これらの崩れ落ちた砂岩の粒は異常性を示しませんでした。現時点では、SCP-48、FR が本来は発見当時よりも大きかったのかどうかを判断することは不可能ですが、財団が収容と実験を行っていこう、残りは異常性によって消費されていません。ほい。以下の文章は、板の表面に刻まれていた文章を大まかに翻訳したものです。我らは、我らを否定した神を否定する。同時に我らは、我らのキリストとなる。我らは一つであり、我らは全てである。我らは神となるのだ。実験記録。日付。2014年10月25日。対象。D2510。使用言語はフランス語と英語。D2514。使用言語はフランス語のみ。実施方法。二人の D クラス職員に、SCP-48、FR に手を触れて、それぞれの母国語で話すように指示。会話記録。D2510。フランス語、いいかい、手を上に上げてみてくれ。D2514。フランス語、ああ、私は君の言うことを理解しているよ。D2510。フランス語、まあだろうね、私は普段からフランス語で話しているからね。分析。その効果の必要性が欠如しているにもかかわらず、SCP-48、FR の異常性を理解していた。日付。2014年10月25日。対象。D2510。使用言語はフランス語と英語。D2514。使用言語はフランス語のみ。実施方法。二人の D クラス職員に、SCP-48、FR に触れるように指示。D2510 には英語のフレーズを言わせた。会話記録。D2510。英語、私たちは実験を行っています。分析。石板の持っている異常性によって、D2514 はこのフレーズをフランス語として理解した。D2510 はフランス語も話せることに注意が必要である。しかし、部屋に設置されたマイクは英語を使用しているように記録していた。日付。2014年10月25日。対象。D2510。使用言語はフランス語と英語。D2514。使用言語はフランス語のみ。実施方法。二人の D クラス職員に、SCP-48、FR に触れるように指示。D2514 には存在しない言語のフレーズを言わせた。会話記録。D2514。何とかかんとか、ああ、ババディソチナマタ、タガダテイソンテイソン。ババディトコケナマタ、タガダトソエントソエン。分析。D2514
D2510 と D2514 は当然ながらこの言語を翻訳して理解することはできなかった。日付、2014年10月25日、対象、D2510、使用言語はフランス語と英語、D2514、使用言語はフランス語のみ。実施方法、2人の D クラス職員に、SCP-48-FR に触れるように指示。D2514 はシート上に書かれた英語の文章を発音するように指示された。会話記録、D2514。英語、私たちは実験を行っています。分析、文章は理解しやすい英語であり、発音は行われたものの、SCP-48-FR の効果が発生していなかった。石板の異常性が発生するには、話者が自分の話している言語の意味を理解していることが必要だと考えられる。日付、2014年10月28日、対象、D2842 そして2歳の犬、ラブラドール、レトリバー。実施方法、D2842 に SCP-48-FR に触れ、その後動物と話をするように指示。警備員が犬の前足を石板に触れたままにするように支えた。会話記録、D2842、こんにちはワンちゃん、ご機嫌いかが？分析、犬は D2842 の言葉に何ら異常な行動を示さず、SCP-48-FR の匂いを嗅いだ後、警備員の指を舐めた。D2842 は犬が何かを話しているといったようなことは耳にしなかった。D2842 が石板から手を離したところ、犬が接触しているにもかかわらず崩壊は停止した。日付、2014年11月8日、対象、D2842 そして手話を使って会話することを訓練によって基本的に可能にしたチンパンジー。実施方法、D2842 に SCP-48-FR に触れ、その後動物と話をするように指示。手話を習得している財団の動物担当の職員がチンパンジーに連れ添い、石板に触れる必要性を教えた。会話記録、D2842、空の色は何色ですか？分析、チンパンジーは D2842 の言葉に対して異常な反応を示さなかった。チンパンジーは D2842 の発した言葉を理解していなかったことが判明した。その後、石板はチンパンジーが触れることによって崩壊していないことが確認された。日付、2014年11月9日、対象、D2842、使用言語はフランス語と英語、D2496、使用言語はイタリア語と英語、D2471、使用言語はロシア語とドイツ語、D2852、使用言語はスペイン語のみ。実施方法、4人の D クラス職員に、SCP-48-FR に触れた後に自分の母国語で話すように指示。D クラス職員の数だけ、担当のエージェントを実験室に入室させた。会話記録、D2842、フランス語、こんにちは。あなたたちは私の言葉が理解できますか？ D2852、スペイン語、おう、クソ、俺はここで何をしろってんだ。D2471、ロシア語、私たちと同じですよ。そこの人の言うことをやるんです。D2852、スペイン語、そういうことじゃねえんだ。俺は奴らの実験台にされるのがうんざりなんだよ。D2496、イタリア語、それなら何をするつもりなんだい？お休みでもする？ D2852、スペイン語、俺はこうするんだよ。この会話が終了した後、D2852 は SCP-48-FR を取り上げてエージェントのうちの一人に投げつけた。投げられた石板は、石板を受け止めようとしたエージェントの胸に当たり、肋骨を2本折ってエージェントを気絶させた。D2852 はその後、2人目のエージェントに襲いかかり、所持していた武器を奪い取って気絶させた。他の3人の D クラス職員は狙われないように地面に伏せた。SCP-48-FR は乱闘中に破壊されることはなかった。分析、SCP-48-FR は、複数人同時に会話を翻訳することができる。しかし、石板の崩壊が触れている人数に応じて加速する。現在、SCP-48-FR の能力が把握されたことにより、これ以上の D クラス職員を用いた実験を継続することは無駄である。